回はバイクで海辺をツーリング。どうも森本健太です。今日は僕にとってとっても嬉しいお題です。今日はこのバイクで伊原の海岸線を走ります。うわ、健太くんかっこいい。今回ツーリングを楽しむのは三原市街地から津波の海岸線を駆け抜けるおすすめのコースです。気持ちよさそう。あれ、寄り道かな。立ち寄ったのは津波海浜公園。海と触れ合える人気のスポットです。海沿いのコース最高ですね。この景色と島も見えるし、この道はとにかく信号機も少ないのでスーッと走れるし、この海の景色を、ね、見ながら風を感じながら走れるの最高ですね。三原の海岸線は瀬戸内の海と多頭尾を楽しめる最高のドライブコースです。皆さんも爽やかな潮風を感じてくださいね。健太くん、また寄り道？あ、人気の道の駅ね。美味しそうなもんがあるじゃないですか。なんかいろいろありますよ。三原もん、美味しそう。あ、どうもどうも、こんにちは。はい、いらっしゃいませ。どうも。やっぱ三原といえばたこ焼きですね。そうですね、たこですね。たこだからね。この水軍焼きって何なんですか？そうですね、新メドリを使った。新メドリ？新メドリ。あ、この辺の。そうですね、郷土料理で、いりこ味噌を上に乗っけて、はい。これが水軍焼き。道の駅バージョンは食べやすい大きさになっているんですよ。三原って感じがするね。そうですね。でもせっかくなんでこのステッカーを、はい、いけるなどかな。ありがとうございます。じゃあいただきます、はい、この三原食、海を見ながらいただけます。いただきます。三原のたこ焼きってどう、健太くん？コロッコロ入ってます。大きい。私も食べたい。次回の三原部は美味しい秋の果物狩り。